箱が窮屈ですね。窮屈ですね。こっちだった。あ、そっちですね。最初わからなくなる。わからなくなるんですね。吸気音いい。サウンドジェネレーターでしたっけ、あのめっちゃ良いする。中に入ってくるようにしてるじゃないですか。あ、そうですか。じゃあ、行きます。わ、目線引く。じゃあ、行きましょうか。行きましょうか。なんかマイルドですね、なんかやっぱ。うわー、これ良さそう。やっぱ面白い車ですね、この車。面白いですか。ブレーキいいですね。いや、いいですよ、いいですか。今あのクラッチ切ってるんで、あのブレーキだけなんですけど、踏み始めほとんど純正と変わらなくて、踏んでくとしっかり効きますね。あ、使いやすい。じわじわってくるですね。いいブレーキですね。あ、いいブレーキ。これ缶行くと本当扱いにくい。扱いにくいですね。本当に扱いにくい。なんかちょっと面白いかも、これ。純正僕初めてかもしれないですね、何気に。普段純正乗る習慣がないんで。あ、そうですね。しかもあの取材だと必ずあれじゃないですか、カスタムしたら、ね、あ、そうなんです、足変えてあるんで。この先一時停止があります。はい、そんなことも出てくれるんですね。そうですね。ブレーキこれかなりいいかも。ようのアレンジだな、これ気持ちいいですね、音が。あ、ちょっと沈み込みすぎですね、あれ。なんかやっぱり内装トヨタですね。っぽいですか。外装はっぽくないですけど、内装のなんかこのエアコン周りとかがありがちな感じですか、ね、なんかダッシュボードのこの作りがトヨタっぽいというか。でもこのエアコン周りは好きなんですよ、ちょっとスポーツな感じで、はいはいはい、後期のメーターなんかあんまり液晶好きじゃないかもしれないです。あ、そうですか。こういう車には、うん、なんかこの車だったらもっとアナログな感じの針を、あーな感じでもいい。なんか針動き渋くないですか、これ。気のせいですか。いや、気のせいだと思うんですね。なんか動き渋くないですか。そうかな。え、なんか変な感じする。そうですか、吹き上がりが。いや、違うんですよ、アクセルが柔らかすぎて振動でうんうんうんってなっちゃう。え、なにこれ、ちょっとこれ残念だな、なんか軽すぎるんですか。アクセルが柔らかすぎるですね。振動でこう、うんうんうんってこう揺れるっていうか、足が、はいはい、かかとついてるんですけどね、一応、はい、あー、これ足変える理由分かるですね。ちょっとだるいですね。なるほど。なるほど、どう思います。確かに、それ横乗ってても思いますね。ちょっとだるくないですか、なんか。確かに止まる分にはめっちゃいいんですけどね、これ。みんな足変えたくなるわ。でも純正でマッチ乗りするんだったらすごくマイルドで調子いいですね。何を求めるかですね。じゃあゴムのよりはそんなに感じなくないですか。そうですね。ただ気張らないっていうか、ちょっと鈍い。もう1インチぐらい上げといた方がいい。良さそうですね。感じはしますね。ちょっと感覚麻痺っていうのかな、なんかカスタムされてるのしか乗ってないんで、ちょっと麻痺っとるかもしれないですね。あ、でも音いいわ、これ。無駄に高回転したくなる。回して気持ちいい感じ。回して気持ちいい。この、そうですね、ボーンと高いですね。あとこのシフトの入りがいいですね。フィーリングが、そう、これ好きですね。ザ・スポーツカーって感じ、はいはいはい、やっぱこう車種によって全然違うじゃないですか。ウニュったやつ切れないんですよ。そうですね、クックってこう、そうですね、まあ、普通のやつものクイックシフトが入れれば結構いいと思うんですけど。確かに。あ、でも結構回せそうな感じ、遊べますね、これだと。低速でもなんか雰囲気が出るっていうか、560キロ出してもちょっとエンジンこう回してあげると、そうですね、それっぽい雰囲気になりますね。あと
休憩音がそうだ、その気にさせるっていうか、その気にさせるこれいいな、そういう演出ですよね。いや、それ狙っとるんですかね。うん、そうですね。ちょっとこう、ちゃんと室内に入ってくるようにしてるんで、ね、わざとそう作ってます。そう作ってますね。ただチューニングするときになんかあの結構まあ嫌だって言って外す人多いんですけど、はい、ジュースレドル分にはなんか面白いですね。まあそうですよね、面白いですよね。じゃあドライバーチェンジしますか。はい、さあ、ユージさんのドライバー、はい、わかります。アクセルなんかちょっと、あ、確かにくたくたですよね。柔らかいですね。ちょっと段差で慣れてないけど、確かにそうですね。乗りやすいは乗りやすいんですけど、ね、なんかもうちょっとこの踏み応えあってもよかったですよね。じゃあ、あとあの結構あの、発進の時非力なんかなと思ったら、はい、そんなにアクセル煽らなくても、あ、意外と発進しやすいですよ、これ。演奏しにくいかもしれないですね。演奏しにくいって思いましたね。あの、さっきも入れ替えてこうバックしたりしてた時、本当にクラッチ操作だけでスッスッって動けますよね。そうそうそう、いけますよ。いいなぁと思って、それは思いました。なんだろう、乗りやすくを重視したんだなっていうのが伝わってくるんですけど、はい、逆に言ったら、逆にそれが乗りにくいっていうか。乗りにくいっていうか、確かにアクセルは軽いですね。そうなんですよ。もう少し重たくしてもいいかもしれない。ハンドルそのものもそんなにだって、硬くないじゃないですか。ああ、そうですね。確かに。で、この回した感じは、いいっすよね。結構ダイレクト。そうですね。音めっちゃいい、良くないですか。こうーっと音が、そうですよね、めっちゃいいですね。なんかちょっと一段低いギアで走る。ああ、まずはなんかそういう感じあります、ね、いちいち唸らせたくなるんですね。そうコーナーどうですか、ちょっと僕そんなにそこまで思わんすけど、僕の車コートつけたの86あったやつか、あれ足だいぶ硬いですよ。すっげえ曲がれるんですよ。あ、そうですか。それ感じるとやっぱちょっとだるいなっていうのは、そうですかね、感じますね。もうちょっとシャキッと走ってほしいっていうか。いや、の別に僕これでもいいかなって思っちゃったんですけどね。ちょっとなんか不安定になりますね。ああ、そうっすね。このコーナー中に段差があった時のこのお釣りがすごいっていうか、はい、フラフラってこうなる感じがしますね。のくせちょっと硬いんですよ。あ、硬い。なんだろう、当たりは硬い。当たりは硬いんですよ。うん、のくせ柔らかい。なんかちょっと表現しにくいですけど。そうですね。そうやって言われると確かにそうかなと思いますけど。独特な味付けですね。うん、でもあの86と BRZ で違うじゃないですか、味付けが。あ、そうなんですか、ね。うん、だからそれは違うなっていうのは分かりましたけど。あ、ただ BRZ 乗ったことなかったんで、すごいいい機会で。その86の逆に純正を乗ったことないんで分かんないですよ。なんかもっとやばい感じですよ。もっとやばいですか、うん、BRZ より。じゃこっちの方がシャキッとしてるんですか。シャキッとしてるような印象を受けますね。ちょっと感じ方は個人差あるもんであれですけど、僕はそう思いましたね。悪くないですよね。うん、悪くないですよ。でもこのね、動いてる感じからいって、うん、街乗りとスポーツ走行ちょっと両立させようとしたようなイメージですか。そうですね、そうですね。そんなに柔らかくもないんで、街乗りにしてはやっぱりちょっと硬い、まあ硬めっていうんですかね、硬めかなとも思うし、かといってスポーツ走行するとちょっと柔らかいなすぎるかな。多分80超えてきてのコーナーとか入っていくと少し柔らかく感じますね。本当なんか流すって感じな走りですかね。あ、なるほどなるほど。ワインディングを流すみたいな、そういう走りに特化してるのかなって。でもなかなか難しいですよ、伝わらないですよね、これって。でもこれこそ本当にマニュアルの楽しさが、それは味わえる車じゃないですか。あと、そのちょっと運転自信なくても楽に扱えるっていうか、そうですね、そんな化け物じゃないんで。化け物じゃないです。はい、意外と思ってる普通の車っていう。そうですね、いいとこ取り知ってますね、なんか。いや、やっぱり楽しいな。サイズもちょうどいい。そうですね。いちいちこう書いてて、こう、ほーんってこうやりたくなる。この音いいですよね。なんだろう、4000回転ぐらいからですかね、なんか。そうですね。ちょっとその、トルクどうですか？悪くないですか？トルクそんなにいいですよ。3000。あ、そう。辺から来ますか？3000ぐらい。そうですね、3000ぐらいから。フルですかね。はい。
で、あと同じ回転数でもアクセルより強く踏んでた方が、あー確かにこうグッて踏むとゴボーって言いますよね。言いますね。そうですよね、かなーっていうのは思いました。なるほど、はい、さあ、ジジイさん、はい、エクステリア、はい、インテリア、はい、ドライビングフィールやりますか。やりますか。これ、はい、まあ、外装から言うと、はい、とってもいい、はい、とってもいいです。とっても良いですよね。とっても良いです。うん、何点にしましょう。星、いや僕5点ですね。5点ですか、はい、満点ですね、僕的には。え、どれぐらいですか。4.5。あ、そうですか。もう満点ですね、僕。っていうのが、はいはい、あの黒いところあるじゃないですか、はいはい、樹脂の部分、はい、あそこがなんか、うん、最近の車ってあのちょっとカーボンの目みたいになってなんか柄ついてません？なんかああいう風になったらもっとかっこよかったのかなっていう感じもしなくもないですよ。なんか後ろもそうですけど、あ、なんか普通すぎてつまらないっていうか、もっとアクセントがついてることないですか。なるほど。でもこれでもいいですけどね。もうちょっとあと細かいところ、まああとこれ今回このブルーの場合はいいかもしれないですけど、それこそ本当に白とか、白パールなのかな、白だと確かにちょっとさ、あのメリハリつきすぎちゃって、なんかそのカーボン模様みたいな感じ、カーボンだったりすると馴染むのかな、まあいい、うん、いいのかなとは思いますね。最近 K でもそういう柄が入ってるじゃないですか。ありますね。ああいう感じだとまたなお印象違ったのかな、はいはい、まあ、ああいう柄じゃないですけど、いろいろあるじゃないですか。ちょっとこ う、ね、アクセントがあったら、はい、馴染むかなと思ったんですけど。なるほど。まあだからそういうことで、じゃあどうしましょう。じゃあ4点にしますか。どうですか。5っていうとなんかちょっともう申し分ない感じですね、個人的には。僕も申し分ないです、はい、せっかくここまで来たならって感じなんで。じゃあエクステリア 4.5、はい、で、インテリア、はい、インテリアは、はい、これも僕いいですね、結構好きですね。どんどんですか。なんかステッチ入ってる。そうですよ。目につくところにちゃんとシフトのこのブーツカバー、うん、とこのブーツとサイドブレーキ、サイドブレーキ、ね、ハンドル、ブーツにもこう全部入ってます。はい、入ってます。本当にこう立って目につくのに全部ステッチが、もちろんここも、はい、でドアのこのドアトリムにもついてますからね。そうなんですよ。だからどこ見てもしっかりアクセントついてるし、あとこのシルバーの使い方ですね。うまいですね。ペッペッペッつってこう均等にこう均等にバランスよく。ついてるんで。どんくらいですか。あと内装、天井まで来る。エアコンのこの枠もシルバーに欲しかったですね。あ確かに横がそうなら、はいはいはい、4.5。どうですか。うん、確かに。であとあのさっき試乗の時に言ってた、はい、そのもう少しメーターをアナログな感じ。そうなんですよね。って言われると確かにそうかな。雰囲気が出るじゃないですか、アナログだと。うん、せっかくこれ赤い針だし。そうなんですよね。ライトつけて白なんですね、うん、そのままなんですね、ここは。その辺も考慮して星4、ね、なんかもう少し針あったら、なんか右側にも針あったら、あの水温ガソリンと水がついたらなんかちょっとかっこよくないですか。まあもうプラスなんか一つあったら最高ですね。そうなんですよ、確かに。そこがちょっとだっていう、うん、それかあの液晶でもいいか、なんか針で演出するとかできる。燃料の方だけは一応なんかこうやはりみたいな感じにはなってますけどね。むしろそのタコメーター側にその僕液晶いらないですね、うん、そこに別にガソリンつけといて一番右のとこ、まあそこは液晶でもいいさ別に。なんか あくまでスポーツカーなんで。そうなんです、ね、水温計欲しいですね。欲しいですね、雰囲気が雰囲気的な意味合いで、はい、うん、まあ、そういうの考えて 4.5、うん、4.5、はい、ドライビングフィール、はい、やっぱ 4.5 ですね。なんか僕的にはどう走るかですけど、街乗りしてもよしだし、はい、ちょっと流してもよしだ し, よ し, だし、でもちょっとで5点でもない理由が一応あるわけじゃないですか。そうです、ちょっと気合い入れすぎちゃうとだるいですね、うんうん、アクセルもそうだし、その踏み応えがないのと、うん、なんだろう、ちょっと反応して、ね、そうなんですよ、ちょっとフラフラっとする感じが落ち着きがなくなるんですよ。なんていうのかな、本当の ハンドリングっていうんですか、コーナー入っていく感じはすごくこう、なんていうかな、切り込んだ時の感じですね。素直な感じでしたよ。スッと入ってきますよ、うん、思ったように入ってくる感じで、うん、いいかなとは思いましたね。 4.5 かな。 4.5、 はい、4.5 です。はい、はい、ということで、はい、これ総合したらかなりいいですね。
めちゃくちゃバランスいい。 4.5、4.5、4.5 バランスいいです。でも5-5-5じゃないですよね。5-5-5ではないですけど、バランスがいい。うん、だから86が運転してて楽しくないですか。運転はめっちゃ楽しいです、うん、楽しいですよ。ただその86と BRZ で、ただどっちが好みかって分かれてるのと、まあ、あと誰が乗っても乗りやすい、うん、乗りやすい。僕はこっち派ですね。あ、そうですか、うん、ただあの86と BRZ でなんかバチバチしないでほしいですね。あ、結構バチバチしているんで。 なんかありますね、そういうの。なんか、なんですかね、86派と BRZ 派みたいな、なんか派閥みたいな。で、あーでもない、こうでもない、こうやってるじゃないですか。それはちょっと違うかなみたいな。どっちもいいかなと思うんで、うん、どっちもいいと思います、ね、基本的には、うん、まあ、仲良く仲良くしてください、はい、そうですね。ということで今日は BRZ 紹介しました、はい、また平日限定で来れる方いたら来てください、はいはい、じゃあ今日はこの辺で、さよなら。さよなら。あ、一応あとの今仮で認定してあげたんで、はい、今日ははい、またお願いします。はい、さよなら、お願いします。So I said no, 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 it was supposed to be my pentacle. What did you do to me? I killed, I know, one, two, three, four champions. I can't believe you're trolling. I killed, I know, one, two, three, four champions. I killed